私はある夢がありました。それを仕事にしていきたいと思い、バイトをしながら夢を追いかけていました。そんな私を旦那が見初めてくれ、夢を追いかけていていいから結婚してほしいと言ってくれました。結婚後はバイトも辞め、夢を目指すことに専念しました。が、それが面白くない義弟嫁にぐちぐちと嫌味を言われるようになりました。でも家事はすべてしていましたが、実質紐のようなものだったので、しょうがないかなと思いスルーし続けました。そんな中、義兄嫁には夢を目指す私を応援してくれて、うまくいかなかったり、義弟嫁に言われた嫌味に内心傷ついていた私を慰めてくれたりと、大変お世話になりました。義兄嫁はボランティアなどにも積極的に参加していて、周りからの評判もすこぶるよく、当時の私は菩薩のような人だと思っていました。当時は本当にこの人に救われたのです。この人がいなければ夢を叶えることもできなかったと思います。補足ですが、内心私のことをよくは思っていないようでしたが、旦那は無精子症で、それを知っていた義両親はそんな息子と結婚してくれたのだからと、表面上は良好な関係だったと思います。その後、私は運よく夢を仕事にでき、そこそこ収入も得るようになりました。そしたら義弟嫁がすり寄ってきました。いろいろと言っていましたが、要約すると、儲かっているのなら金よこせ、子なしなのだからうちの子に援助しろといった内容でした。あれだけバカにしておきながらどの口はと思い丁重に断っていたのですが、あまりにしつこいので疎遠にさせていただきました。連絡は今でも来ますが、でもそれよりもショックだったのは義弟嫁の態度の変化でした。私の仕事が順調に増えていくようになると、それに比例して私に対してきつい態度を取るようになったのです。他の人がいる時はないのですが、二人きりになると嫌味や否定的な言葉ばかり投げつかれるようになりました。そしてだんだんと義弟嫁の時とは比べ物にならないほどきつい言葉を言われるようになりました。最初のうちは私が何か失礼なことをしてしまったのかと思い尋ねましたが、そんなことはないとはぐらかされ続けてしまい、会うたびにひどくなる暴言と、とても慕っている義兄嫁に邪険に扱われている自分に耐えられなくなり、だんだんと義兄嫁のことを避けるようになっていきました。そんな中、義実家に呼び出されました。旦那は仕事だったので私だけで行きました。すると避けていた義兄嫁がいました。正直嫌だったのですが、義両親、義兄夫婦と話をしていると、突然義兄嫁が泣き出しました。私さんに避けられている、私は何もしていないのに、何度も以前のように付き合いたいと言ったのに、成功すると人は変わってしまうのだ、悲しくてしょうがないと、びっくりして言葉が出ませんでした。そして義両親、義兄にガンガン怒られました。今まであんなに世話になっておきながら、その仕打ちはなんだ、お前は人間のクズだ、息子のことも金づるとしか思っていなかったんだろう、息子との結婚を許すのではなかったと反論もしましたが、聞こえていたのかいないのか、聞こえていたとしても、もともと評価の高い義兄嫁と低い私とでは、私の言い分を信じてはもらえなかったでしょうが。そして義両親が旦那を呼び出しました。お前の嫁の本性を見せてやると電話で言っていました。仕事を終えた旦那が義実家に到着する、やいなや私の非人道的態度をまくし立てる義両親と義兄の話を一通り聞いた旦那が取り出したのはボイスレコーダー。そこには私に嫌味や暴言を言う義兄嫁の声が収められていました。固まる義両親、義兄、真っ青な義兄嫁、私はただただ驚いていました。旦那に促されかに帰りました。後に聞きましたが、旦那は
私と義兄嫁の関係の変化に気づいてくれていたそうで、偶然嫌味を言っている現場を目撃したけど、今義兄嫁に注意してもかわされてしまいそうだし、証拠を集めようと思ったそうです。そのため対応が遅くなって悪かったと謝られました。旦那は義兄嫁個人に注意をして私に謝ってもらい、穏便に済ませたかったと言っていました。正直もう少し早く助けてほしかったですが、本来自分で解決するべき問題だったので、あそこまで言われて言い返しもせずにメソメソと義兄嫁を慕っていた自分が一番悪いので、旦那を責めるのは筋違いかなと。その後は義実家でどんな話し合いがあったのかわかりませんが、旦那が教えてくれません、知らない方がいいと。次の日に義両親と義兄が片方の言い分を鵜呑みにしてしまい申し訳なかったと謝罪に見えましたが、義兄嫁にはそれから会っていません。結局義兄嫁が私の何がそんなに気に入らなくなったのかは分からずじまいです。妬むにしてはおかしいほど義兄嫁には人望がありましたから、文章を書くのが苦手でうまく伝わらない部分があると思いますが、すみません。義兄嫁から定期的に来るお金の無心メールを受け取って思い出した。私の修羅場でした。